ました。まだまだ一部なんですけど、今日一件荷物が届いたので開封していきたいと思います。まずはイデア代官山で購入したペンダントライトが届きました。開封します。このペンダントライトは、一応このこっち側のソファーを置くスペースに取り付けようと思って購入したものです。で結構照明は、私がカラフルな小物を置くことが多いので、ブラックだったりとかちょっとクールめなデザインのものを選んでます。そうすることで全体的なインテリアの雰囲気がまとまるんじゃないかなと思って黒を選びました。この辺とかにつける予定です。次はこの前ザ・コンランショップというところでダイニングチェアを2脚購入したんですけど、その時に貯まったポイントでこの商品を購入してきました。紹介します。まずはコーヒードリップメーカーを購入してきました。彼がコーヒーを飲んで購入したものです。これは、ラッセルホブスのベーシックドリップ7620JP という種類です。コーヒー飲まないんでよくわかんないんですけど、ちょうど2人暮らしにちょうどいいサイズみたいで5杯分抽出できるみたいです。これがパーマネントフィルターって言って、これを使えば、毎回紙のフィルターを使わなくていいみたいで、なんかエコな商品みたいです。こちらは、7700円でした。次は、バスマットを購入しました。こちらはオッタイピールというところの石ころバスマットです。でこちらは、2530円。次は、キッチンに置く時計を購入しました。東京タイムゾーンクロックです。見た目はこんな感じ、厚みがあってとっても可愛いです。東京って書いてあります。これはニューヨークとかパリとか各都市の時計があったんですけど、東京で新生活が始まるし、これから東京ダイアリーズを撮っていくので、動画の一コマとしても活躍するし、あとはフォルムってやっぱりこのデザインが可愛かったのでキッチンに置きたいなということでこれを購入しました。こちらは、8250円です。これは、フェールシュバルのディッシュソープです。で最後にコンランショップで購入したのがリベラ横浜というブランドのファブリックフレグランススプレーです。これはシワ取りと消臭を目的とした衣服用のスプレーで、衣類全般にも使えるし、ファブリック製品にも使える結構万能な、消臭スプレーです。でこちら5点はコンランショップのポイントを活用して購入してきたものです。全部実用的だし、あとは気になっていたものだったので今回ポイントで購入できてよかったなと思います。次はもううちには本当に家具もですけど、生活用品が何一つないので全部購入してます。なので皆さんにできる限り全部お見せしたいと思ってます。これが Amazon で購入したケユカのラウンドハンガー。これ何本買ったんだろう。これはちょっと彼に頼んでもらったので、恐ろしい量の同じハンガーが届いて、待って何本買ったんだこれは。60本買っちゃった。洋服をここにかけた時でもずれ落ちない。30本入りで3000円ぐらいだそうです。そして最後に紹介するこの2つの大きな箱はオフィスチェアを購入しました。これも Amazon で購入したものです。私たちはこれから2人とも在宅がほとんどなので、作業用デスク買う用のチェアを購入しました。よいしょ、完成しました。これは伊藤木の回転チェア、ホワイトのタイプです。これを選んだ理由は、在宅になるのでしっかりとしたオフィスチェアが欲しかったんですけど、デスクチェアで検索すると10万円超えてくる高価なものが多くて、3万円以下でコスパがいいデスクチェアを探した時にこれを見つけたので購入してみることにしました。回転式のタイプで高さの調節も可能ですし、でこちらは約2万7000円ぐらいのデスクチェアです。でこのデスクチェアを動かした時に床に傷がつかないようにこちらのチェアマットも購入しました。
こちらも Amazon で購入したもので1枚3000円くらいのものです。購入したこの滑らないハンガーに今持ってる洋服を全てかけてみました。こんな感じです。すごくいい感じ。やっぱりこのハンガー自体がものすごく薄いから、こうやってたくさん洋服をかけてもすごくコンパクトに収まるのがとってもいいと思うし、あとやっぱりこういうニットとかって普通のハンガーだとこの肩の部分に変な跡がついてしまうこととかあると思うんですけど、これはこのように弧を描いてるので肩幅の部分に跡がつかなくてとってもいいなと思います。ただデメリットとしてはやっぱりこの大きい形状のものなので、このハンガーに服をかけるときにちょっと服をかけにくくてちょっとだけ手間がかかるというぐらいですかね。それ以外はとても便利で幅も取らないしシンプルだしとってもいいなと思います。こっちは彼のクローゼットなんですけど、彼もこうやって T シャツとかニットとかをかけてます。あとこれは無印で購入したハンガーなんですけど、なんかすごく便利。今一気にいっぱいかけちゃってるんですけど、あともう 1,2 個買ってトートバッグとチェーンバッグとで分けたいと思います。で、うちのクローゼットは大きなウォークインタイプなのかな、ここに服をかけるスペースがあって、あとはまだ全然片付けてないんですけど、結構広いのでこの辺に無印の収納ケースを購入して、まあ見せたくないものだったりとかっていうのを収納する場所にしたいと思ってます。ラグと、私のダイニングチェアが届きました。ラグはアクメのものです。この全身鏡を購入した時に一緒に購入しました。場所はこのソファーを置くこのくつろぐスペースに敷こうと思ってるんですけど、とりあえず今は位置を決めずにここに置いてます。あとはやっとダイニングチェアが届きました。 Y チェアの色はソフトグレーです。こういうちょっといいですか、とてもこれがすごくあのイメージぴったりで、やっぱりいっぱい持ってるイメージだったりとか、置くだけで素敵っていうようなキャンドルを作りたいなと思って。She glows in primo, feels primo. She beats her OGs with sequels. Lethal her look, but she's sweet though. She sings so shots like they're free throws. Whoa, make them by the knuckle when she dance slow. She don't really do it for the benefit. She can make them fall with a glance though. Stay independent, saying thanks for the sentiment. Hit the switch and she's gone. Been too long since she got to get down with the girls, do a song. Took till now, but she found what she lacked and she laughs cause the girl made the last too strong. It'sテレビが届きました。テレビは Amazon でレグザの補充型を購入しました。下
下のテレビ台も一緒に購入してます。今照明が少なすぎて夜になるとすごく暗いので、こうやって動画撮影用のライトを使って部屋を照らしてます。おはようございます。今日はこれから親友とランチをしに行ってきます。私には高校時代からの大親友が一人いるんですけど、その親友が来月からニューヨークに数年間住むとのことなので、出国前に久しぶりに会おうということになって、少しだけランチをしに行ってきます。じゃあちょっと遅れそうなので急いで向かいたいと思います。そうなの、不思議でしょ、全然かっこいいの、手ぶれない13 Pro Max。 すごい。まあ本当よかったよ。でも顔から遠く会えなかったじゃない。会えないよね、うん、もうすでに1年会ってなかったの。1年もっと会ってないじゃん。あ、1年ぐらいだな、遠く会えないよね。帰りに青山のパウンド富士に寄ったので購入品を紹介します。まずはこちら、戸部焼きの鉢、益子焼きのお皿を2枚、スープ皿を2枚、ランチョンマットをグレーのものを2つ、コースターはホワイトのものを2つ、ザル、ワイングラス、ステンレスボウル、カゴの中くらいのサイズを1つ購入しました。みなさんこんばんは、ミックです。今購入品紹介の動画を編集していたんですけど、全部で40分超えの動画になってしまうので、この購入品動画を前編と後編2本に分けたいと思います。今回の動画が前編で、明日後編の動画を投稿しようと思います。なのでまた明日21時にお会いしましょう。さようなら。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve 'em. No, that don't mean money will solve 'em. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with the fucking Model X. Replace my exes with the.今台湾から実家に送った荷物を開けてたんですけど、結構あのガラスの食器とかが割れちゃってるものが多くって本当にショックです。この割れたもの今ここに全部入れてるんですが、これ本当にお気に入りだったこの花瓶、ちょっと危ないんで開けれないんですけど、お気に入りの花瓶と、あとはこのアーバンアウトフィッターズで買った大きいコップ、ローファーマンのガラスのコップと計量カップ、あとこれはガラスの器ですね。この子たちが割れちゃいました。危ないからあんまり触れないけど。
キャンドルとかもたくさん割れすぎてて、何が割れてないのか割れてるのかわからない。お怒りですか？お怒りだけど、しょうがないし、誰も責められないし、でもお怒りだけ。モビルもなんか壊れてる。これをちゃんと専用の箱に入れたのに、そんなことってある？これはなんか多分接着剤でくっつきそうだから、後で応急処置したいと思います。ハイアクオブザイヤー受賞したよ。早く2022年最悪オブザイヤー受賞。あ、俺の携帯も割れてる。別に輸送してないんだけど勝手に落としてはったやつ。